はいどうも、無名でございます。前回ですね、次のアップデートでなんか腰打ちが弱くなるっていう話をしたと思うんですけども、まああれはまあレジャー、最初はレジャーだけかなと思うんですけど、今後ね、通常マッチでも多分入れていくんじゃないかなって、腰打ちの弱体化を入れていくんじゃないかなって思ったんで、今回ね、今度からね、この ADS 覗き打ちが強くなると思うんで、この覗き打ちがね、これが強くなると思うんで、今回この覗き打ちにまつわるちょっとコツというかね、あの裏技っていうか、まあ M4 でドットサイトつけての裏技なんですけども、それをね、紹介できていけたらなと。できていけたらな合ってんのかこれ日本語。まあできたらなと思います。ですね、まず最初みんながね、思い浮かべる ADS 覗き打ちっていうのは、まあ長押しありますよね。これビヨーンって上に反動が上がっていく、この長押し、こうやって何も触らないとね、だんだん上に上がっていくんですけど、まあこれは多分みんなも経験してると思いますね。これと、まあもう一つはね、これ指切り打ち、タップ打ちと言われてるものですね。何発かに分けて指を離して反動を戻すっていうこの技術、これとまあ連続押し、長押しのね、この 2個があると思うんですけど、今回ね、この指切り側、この指切りの、まあ、これのコツっていうか裏技みたいなのを紹介していこうかなと思います。ですね、これでめちゃめちゃ反動を出さない打ち方っていうのがあるんですよ。っていうのも、まあ、指切り打ちもすればね、ある程度反動は抑えられるんですけど、さらにね、指切り打ちで、反動をね、抑えるために必要な技術、スキルっていうものが存在して、それっていうのがね、2発ずつ射撃するっていうことなんですよ。覗いて、2発ずつ射撃する。まあ、このスピードだと全然敵をね、倒せなかったりね、当たんなかったりして、逆に撃たれ返したりして負けちゃう可能性あるんですけど、これどんどん速くしていくっていうのがね、これをね、どんどん速くしていく。そうするとね、ほぼほぼ反動を受けずにね、まっすぐ飛んでいきます。俺ちょっと下手くそなんだけどね、これ。で、本当に、これを、めっちゃ速くすると、反動ゼロみたいな感じで、本当まっすぐ、まあゼロではないけど、ほぼほぼまっすぐで打てるようになります。これもう指痙攣させて2発ずつ 打ってるんですけど、めっちゃまっすぐでしょ。あんまりぶれないでしょ。もう指めっちゃ痙攣させて2発ずつ打ってるんですけど、こういうコツがありますね。コツっていうか、2発ずつ、この2発ずつをだんだん速くして、ほら、2発ずつをどんどん速くすると、もう痙攣打ちみたいになってるんだけど、本当に反動受けずにまっすぐね、まあ、連続で、しかもフルオートっていうのはね、まあ、さっき言った長押しみたいな感じのスピードで打てるんで、めちゃめちゃ強いなって思います。俺ちょっと下手くそですね。俺若干これ慣れてないんで、紹介するためだけにちょっとやってるんですけど、あんまり上手くないんで、マジで上手い人は本当にフルオート、もうこれぐらいのスピードで打ってる人もいますし、連打が下手くそなんで、連打がもう指が動かないんで、連打が遅いんですけど、上手い人はもう連打が速くてね、もうこれで、めっちゃね、フルオートで、しかも反動なしで、こうやって倒すっていうね、人もいるんで、めちゃめちゃ上手い人はね、上手いんですけども、まあ、みんなさんもね、多分、これを極めればね、大体、強く戦えるんじゃないかな。こんな感じでね、遠くの敵もあんまり反動なしで倒せるので、かなり強い技術かなと思いますね。さあ、ということで実戦でやっていきましょう。 M4 をね、握れたらいいんですけど、 M4 以外をね、握る可能性もありそうだな。ということで頑張っていきましょう。まあ俺ちょっとね、前から思ってたんだけど、野戦やったことねえなって思って、ちょっとね、急遽野戦やっていきます。前の野戦よりね、ちょっと見やすくなったね、思ったよりなんか、明るいというか、見やすくなりましたね。前はマジなんかペイントで黒塗りつぶしたみたいな感じだったんで。お、なんか誰か死んでんな、ちょっと待って。大丈夫か。ほんとあんだ、お前、仲間か、ビビった。さて、とりあえず、仲間が死んじゃったんですけども、まあ、遠すぎるんで、まあ、仕方ないかな。すまん。さあ、去っていこう。
リュックがない。んー、リュックがない。おーっと、昨夜やられていく。オッケー。ちょっと今ね、そのタップ打ちやってみたんですけど、ちょっと下手くそやったな。やられちゃ、やられてんやんけこういう打ち方ですね。とりあえず、リュックが欲しい。さて。でね、これ光つけちゃうと、バレそうなんで、敵に位置が。なので、なるべく、電気を消しておきたいね。電気消しててもね、ある程度は見やすいんで、戦えるんじゃないかな。なんだお前、お前敵か待て待て。オッケー。なんか仲間のようにヨーみたいな感じで来たけど、敵でしたね普通に。俺は今ビビったよ。おお、なんか仲間加勢しに来てくれたなーって、後ろから足音聞こえて、あ、仲間加勢しに来てくれたんだと思ったら全然違うんだもん。焦ったわ、バカ焦ったよ今。なんか普通になんかヨーみたいな感じで来たんだよ。あれか。キルパックすな。あいつはアンチで死ぬんじゃねえかな。こっちにいるね。朝になってきた。いいよ。見えづらかったから。助かるわ。OK。こっちにいたよ。さあ、仲間さん遠いな、随分。近くさながらさん、めっちゃ遠い場所にいんな。ん？銃声聞こえたな。いいんだろうなこれ。あぶね。なんかいるな、いっぱい。やべ、これまずい。なぜ、おーい、なんでだよ。
ひるんでさ、武器切り替えられないのさ、本当にいらないと思う。そういうなんか、システムっていうか。だって今、武器切り替えられてたら俺だって勝ってたもん、今。しょうもないな。近くさながらさん、頑張ってくれ。頑張ってくれ。ゼロキルやけど。わーい！どんまい。惜しいかな。はい、ということで今回ちょっとドットの反動受けない打ち方のね紹介をしたんですけども、少しでもね参考になっていただけたらなと思います。ここら辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。